コンピューターって言葉は非常にその誤解を招くんです。これはもっと広い意味でアーティフィシャルブレインといったような意味でのコンピューターを考えなきゃならないんですけども、相当人間の代わりの仕事もやっていくんじゃないかということを、考えているわけです。誰よりも先に、誰も想像していなかった未来を見通し、それに向けて技術者が思う存分活躍できる場所を作ろうとした伊深勝。ソニーの最先端の現場でその理想は現実になっています。もともと僕美大を卒業してデザイナーになって、ソニーで製品デザインをやってきたんですけど、デジカメの業務と商品設計の業務をずっとやってたんですけど、もうちょっと新しいことをやりたいなっていったところがあって、新しいモビリティの価値を想像しませんかだったと思うんですけど、なんかそういうキーワードの、その転職の求人があって、面白そうだなと、ともかく新しいことができるだろうという思いがあったのと、こういうふうに実際触れ合うものを提供する価値とかに関わるようなインターフェースの設計というのをやったことがなかったので、もうちょっと自分の幅を広げたいというふうに思ってきました。ソニーってすごく広い会社でいろんな知識があるわけですよね。カメラも作ってるし、ゲームも作ってるし、引き出しが非常に大きいのが強みなのかなって。カメラ的に考えたらこうだよっていう話だったり、ゲーム的に考えたらこうだって話だったり、車にクラウドのその思想を乗っけたいと思った時に、iVo ですでに実績があったものを、そのまま持ってくるとか、オーディオを凝ったものにしたいって思った時に、すでにあるオーディオの技術をすぐに持ってこれるとか、製品全体のこのコンセプトやポリシーみたいなところを、一緒にエンジニアとその、事業部の方とか商品企画の方とかと話をできて、バラバラの強みをうまく活かして一個のものを作っていけるっていうところが大きなところかな。エンジニアだからといってなんか自分の領域だけで閉じこもって何か開発をするということは全然なくて、やっぱり多くの人とコミュニケーションを取りながらものを作っていくので、作り上げた時の達成感っていうのは醍醐味のもう一つではあるかなと思っています。AI ロボティクス事業をやるにあたって、一番最初は相棒をやりたくて入った人間がいて、その気持ちを熱い気持ちを持ったままボトムから機運が高まってやろうっていうふうに全力で走り抜けた感じですね。例えば相棒だったりだとか、ビジョン S も同じですけれども、一つのコンセプトとしては人に寄り添うとか、そういったところは常に意識して作られるのかなと。そこが本当に一番重要視してると言ってもいいかもしれないです。人が触れるような操作部へのこだわりをすごく感じてはいますね。やっぱ私たちみたいにこう開発としての目線ではなく、ペット家族の一員としての目で見られているので、私たちもそれで同じぐらいに敏感になってないと、ちょっとでもそれが違ってしまうと違和感を与えてしまう、定量的に言えないこの完成価値っていうものを壊さないように、もちろん与えるのも大事なんですけど、僕が見てる目線で言うと、ロボットも多様性がどんどん広がっていくのかなと思っていて、人と一緒に共生して、何でも自動にやってくれるロボットもいると思うんですけど、一緒に作業するみたいな、ただの自分が操作してるだけの道具じゃなくて、頼られる存在に感じれるのかなと。単純に自分の手足となるロボットって意味ではなくて、もう本当に人間に近いようなところが今後狙っていけると、もっと面白くなるんじゃないかなって思ってます。新しいそのオーディオのより深い体験価値だったり、新しい働き方に即したもの、あとはそのサスティナブルという要素がソニーの中には散らばってまして、そういった技術をですね、その車という入れ物に詰め込んでですね、一つの形に仕上げていくっていうものが今私のモチベーションにはなってます。いかにそのこの iVo はじめとして AI ロボティクスがこう社会にこう溶け込んでいくのかっていう、その過渡期があると思いますので、どんどんこう役に立っていけるんですよっていうのを打ち出していきたいと。もっとお客様をこう驚かせられる、ワクワクしてもらえるような価値をどんどん
生み出していきたいと思ってます。ソニーで新しい事業が始まるっていうことは無限の可能性があると思っていて、社会を変える力すら培うことができると思うと非常にワクワクしますね。人に寄り添うさまざまな価値を実現するソニーのものづくりの最前線、そこには新しい未来を彩る色とりどりの個性がありました。